芸術と手術からコンラート・ファイト、芸術と手術とは1924年に公開されたオーストリアのサイレントホラー映画。モーリス・ルナールの小説、オルラックの手の映画化。鉄道事故で両手を失ったピアニストに殺人罪で処刑された男の手が移植される。その手が何か犯罪を起こすのでは不安がる主人公。そして、とうとう殺人事件が起きてしまう。監督はロベルト・ビーネ、出演はコンラート・ファイト、アレクサンドラ・ソリナ、フリッツ・コルトナー。ロベルト・ビーネはカリガリ博士などドイツ表現主義の監督として有名だが、この映画では表現主義的モチーフと写実主義的映像を合体させている。この映画は3度リメイクされている。外科手術により移植された手がそれ自身の意思を持って動くというテーマの最初の映画の一本。制作はオーストリアのパンフィルムで、撮影は1924年の夏にウィーンのリストフィルムで行われた。オーストリアでの封切りは1924年5月6日。配給はドイツのベロリーナフィルム。ドイツでのプレミアは1924年9月24日。アメリカ合衆国では1928年、エイオンフィルムコーポレーションの配給で公開された。ドイツは1924年9月5日、この映画の公開を許可したが、成人指定が条件だった。理由は、この映画で用いられている犯罪トリックが実際の犯罪で使われることを危惧したからだった。1996年、映画が再評価されリバイバルされたが、年齢制限はそのままだった。上記、リメイク作以外に類似した作品に以下のようなものがある。ありがとうございます。